泥和黒での経験を生かして井上さんはその後パリの超一流店マキシムで腕を振るいました。アルベールとはマキシムの支配人の名前です。シェ・イノの看板料理シタビラメのブレゼソースアルベールの材料はドーバー産のシタビラメにエシャロット、シャンピニオン、トリュフなど。ソースのベースは白身魚の骨から出汁を取ったフュメド・ポワソンです。まずはソース作りに使うシャンピニオンとエシャロットを刻みます。バターを溶かした鍋でエシャロットを十分に炒め粗挽き胡椒を加えます。これ胡椒の効いたソースですからかなりちょっとピリッとします。ぐらいまで入れます。エシャロットって炒めれば炒めるほどある程度香りが出てきますんで、香りが欲しいんでゆっくりと炒めます。このぐらい炒んだらそれからシャンピニオンを入れます。これからベルモット入れます。大胆にお酒を使いしっかりと煮詰めていく。これが井上さんのソース作りです。これが先ほどのフューメドポワソンですね。基本的には白身の魚、ヒラメであったりスズキであったりシタビラメであったり、白身の魚が一番出汁が出やすいですから、まろやかな出汁になりますから。一番出汁と二番出汁があって、大体一番出汁っていうのは15分ぐらいから20分ぐらい炊いていっぺんこしちゃうんです。それで二番出汁はさらに30分ぐらいもういっぺん火にかけて出す、出汁をまだ出ますから。それは初めの出汁っていうのはジェラチン質が多いんですよ。仕上がりが今度はしつこくなるんです。一番出汁は二番出汁はジェラチンが逃げちゃってマイルドな出汁が出てますんで、それを使った方が煮詰める作業するのにはそっちがいいですね。フランス料理って結構煮詰めるレデクションっていうのが多いですから、日本みたいに醤油とか鰹節と昆布の話じゃないですから、やっぱりお酒がベースでソースができますから、それが日本料理とフランス料理の大きな違いですね。頭を落として皮を剥いたシタビラメには塩コショウをしてすましバターを塗っていきます。続いて片面だけにパン粉を丁寧にまぶします。そしてサラマンドルに入れ、表面に焼き色がついたらプレートにベルモット酒を注ぎ、蒸し焼き状態でシタビラメに火を通していきます。いい感じでしょ。シタビラメと相性のいい伝統のソースアルベールは井上さんの手によってさらに磨かれています。ほらやっぱりうまいだろ。おじさんは料理ソースの天才だよ。このソースはね、フランス人じゃできないですよ。俺ももっと原型はこれなんだけど、相当日本に帰ってきてからこれを作り直してるから、こんなにね、エシャロットもシャンピニオンも胡椒がピリッと効くソースなんだけど、魚の出汁の取り方から違うんですよ。だから違ってくる。原型、ポイントがほらヒューメド・ポワソンがベースでしょ。向こうのやつらはほらあんまり真剣にやってないから。最後にちょっとこれモンテブルって言うんですけど、バターで、バター入れた時はもうあれですから火から下ろしますね。大量のバターを入れたらすぐさま鍋を火から下ろし、シノワで丁寧にこしていきます。最後に塩コショウで味を整えてソースアルベールは完成です。程よく焼き色もついてシタビラメも仕上がりました。
そしてソースにトリュフとシャンピニオン、ジブレットを絡ませて舌ビラメを持ったプレートにかけ回します。最後に蒸したエクルビス、ザリガニで彩りを添えて、舌ビラメのブレゼ、ソースアルベールの出来上がり。体に染みついた味の記憶とたゆまぬ研鑽が生んだ井上さん絶対の自信作です。たくさんのものを食べた中によりすぐったものが残るはずなんですよね、おいしいっていうのは。まあ、だから1000とか2000とかっていう味を自分の体の中に網羅して、自分の体の中で消化して、それをこう再現するっていうのがおいしいソースの一つだと思うし、食べ歩きに行ったりして、その中に、あ、これだったら俺だったらこうやったらもうちょっとうまくできるなとか、だからそれがベースになって自分の発想、想像がまた新たな想像ができるようになってるわけですから、これがやっぱり井上の持ってる味だと思うんですね。ここで料理人として生涯の師匠と出会いました。ソースの天才ジャンと素材を見極める天才ピエールのトロワグロ兄弟です。まあ、その人をなくして私を語ることはできないぐらいの大きなポイント、自分の人生変えたような方だと僕は思ってますけど、フランスの料理業界を変えた人ですから、フェランポワンの弟子ということも大きいでしょうけど、あの人の人間の器っていうのがもっと大きいんじゃないかなと思いますけど、トワグロへ行った瞬間にもう全然違うその料理感、ソース感があったんですよ。なんでこれとこれとこれ入れたらこんな味になるのっていう方程式が分からなかったよ。それでそれがもうびっくり箱じゃないですか。なぜこうなるの、なぜこんな味になるの、なぜそうなの、今までそれを教えてくれた人はないじゃないですか。井上さんは生涯をかけて味の記憶を蓄えてきました。修行をすることで、食べ歩くことで、そして店を訪れるお客様と会話を交わすことで、伝統をしっかりと踏まえながら直感とひらめき、そして創造性にあふれる井上さんの料理は時代を超えて強烈な輝きを放っています。